談の直後、フリーマンに後方から近づく大谷翔平ドジャース63、マーリンズ、日時間7日、ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は6日、日時間7日の4どころ地、マーリンズ戦で3試合連続の11号にラン。メジャー単独トップに立った。この一発の直後には、フレディ・フリーマン内野手が3号ソロ。ベンチでの2人のイッチャイチャぶりが話題になり、ファンは、翔平かわいすぎやろ、キュート、素晴らしい光景と声を寄せている。2番、指名打者で出場した大谷は、2点を追う、初回無視1塁で、バックスクリーンへ11号にラン。その余韻も冷めやらぬ中、続く、フリーマンが、左中間に、勝ち越しの3号ソロをかけた。一度は追いつかれたが、6-3で完勝。アベック団は勝利への呼び水となった。ベンチ内での大谷の行動に、ファンも大喜びだ。ベンチに座るフリーマンに近づき、後方からひょっこり顔を出す。フリーマンの視線を受けると、真顔から笑顔に。フリーマンも、表情を崩し、ハイタッチを交わしている。SNS には、近寄り方かわいすぎました。大谷さん、かわいすぎ。このキャラで、最強打者って、もう最高すぎやろ。お茶目やな、翔平の、覗き見笑顔がかわいい。無邪気すぎてかわいいと、コメントが並んだ。チームの雰囲気の良さが伝わる、主砲同士のやりとりだった。フルカウント編集部。